暖かくしてね。ね、うん、みんなで暖かくしましょう。試合も試合ましょう、暖かくもううちの人が多いかな、この時間は。うん、ね、こんばんは。こんばんは。みりんが8時半をお知らせします。8時半、こんばんは。ちょっと待ってね、一瞬お待ちを、少々お待ちを、はいはい、だからこうして。ちょっと待ってね。遊びに来たよ、ありがとうございます、ありがとうございます。ちょっとメールをね打ってたんだけどね、そう、ちょっと始まっちゃったので、始まりました。そう、始まっちゃいまして、こんばんは。
こんばんは。ちょっとあと1分ぐらい待ってね。ちょっと連絡を送ります。送ります。はいはい。それでごめんね、こんなタイミングで。ちょっと配信ちょっと待ってね。少々お待ちを。あ、ちょっと龍角散飲んでいいですか？の、食べ、舐めていいですか？龍角散。うん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 。マシカテよマシカテ。喉を大切に、そう、喉を大切にしましょう。はい。龍角散になりたい。そう。ちょっと待ってね、待ってねっていっぱい待ってもらって。これね。うんうん。コロ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 。ね。タイミング悪く始まっちゃってごめんなさい。
まったりまったりってごめんね、まったりになっちゃってて、ちょっと待って、はい、あ、メール来た、本当に。よかった、それは。よかった。よかった。はい。終わりました。お待たせしました。はい。教えてよ、動画ではね。そう、私も割と、喉が、強くないので、そう、龍角散もうなくなっちゃう、龍龍になっちゃってる。はい、おかえり。そう、さっきもねちょっと配信したんだよね。だから二度目ましての方は二度目ましてです。全然なんか敵とかはないんだけど、ただ喉が弱いだけです。ちゃんと加湿器も耐えてるのでご安心くださいませ。はい、こんばんは。あ、今日の夜ご飯はちょっとした野菜炒めみたいな感じのものを作って食べました。美味しかったです。15分経ちました。あ、なんか昨日配信してないから毎日挨拶ではないでもね、うん。じゃあまた今日からもよろしくお願いします。ねえ、寒い時はなんだか温かいものが食べたくなりますね。そしてさっきインスタグラムを更新しました。インスタグラムよろしくお願いします。もうちょっとで、そう、ぜひフォローもしていただけるとね嬉しい。もうちょっとで10万4000人になりそうですね。1000人単位でしかチェックできないから、うん、ね、こんなにはまだわからぬなんですが、そうそうそう、私はね一人単位で、わかりますわかります。ちょっと寒いな、私もなんか紅茶ついでこようかな。ちょっと紅茶を、これを、あ、寝たんだった。ね、抜くの大切だよね、コンセント。ほんで、こうして、ちょっと待って、よいしょよいしょ、何にしようかな。お湯沸かしますね、お湯沸かし、
準備をしてます。ちょうどいいカップがありました。はい、今お湯沸かしてます。はい、セーフ。あ、紅茶が降ってる。一緒だ。あ、そして皆さんのおかげで、あ、ちょっと加湿器を強めちゃって音がしました。あ、違う、これお湯の音だ、お湯の音だ。そう、20万超えた。ありがとうございます。これでなんかアバターがもらえるんだっけね、今回。ありがとうございます。第一関門ですね。ありがとう。みんながいつかアバターがもらえます。次50万ポイントだっけ。4日間で30万ポイント。うん、まあいけるとこまで頑張りましょう。バラを集めてね。沸いた。早くない？よいしょよいしょ。はい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 。ということで、そして紅茶。今日の紅茶はこれにしよう。はい、決まった。そしてこれを、ちょっと待って。私今紅茶を入れてます。皆さん、紅茶を入れてます。私いないけど元気です。皆さんは元気ですか？よいしょよいしょよいしょ。ティーカップ全然使ってなかったからな。いい感じかな。お待たせしました。よいしょ。あ、すごい湯気出てる。見える、湯気出てる。いただきます。お紅茶を。もういいかな。ティータイム。はちみつ紅茶です。
なので私は紅茶はめちゃくちゃお砂糖を入れないと飲めないんですけど、これはあのいけます。いいですね。熱い熱い熱い、あったかいあったかいあったかい、熱い熱いあったかいあったかい。ちょっと柄が見えます、なんか湯気がついてて、ちょっとあんまり見えないんだけど、これもちょっと実はアリスちゃんのティーカップなんです。それでは ありがとうございます。皆さんもじゃあ皆さんのギフトと乾杯ちょっとなんかいろいろ反射しちゃいそうなのでここで飲みますね。あー、おいしい、あったかい、甘い、おいしリズムさんの見てます、私は見てます。あときったかさんね、あとはわしずの見てる人はわかる。そうきったかさんのは最終話まだ見てないかな。三つとも見てる？ブラッシュアップライフ今季一番お気に入りね、なんね面白いよね。私は人生何回目なんでしょうか。生まれ変わってみたい、あーなんか人生のやり直し、今の記憶を持ったまま赤ちゃんからやり直すってことでしょう。それならやってみたいかも。記憶消されて戻っちゃうと同じこと繰り返しそうね。記憶あるならありようになる、そうだよね。なんか勉強もそうだけど、私の活動柄曲とダンスを知ってるわけじゃないですか。もうだから振り入れが鬼早人間みたいな感じだよね。だってそのダンス一回やったことあるし、この曲一回やったことあるしね振り入れ大変だもんねそうやっぱり覚えるの私大変だから、あとは初期の頃から、そうだね、だから入った頃会いたかったもすごく踊れなかったのに、会いたかった最初から踊れちゃう人生になっちゃうダンス踊れる子って見られちゃうかも、としたらいいのか悪いのか。でもそうしたらさ、9枚目とかまで、8枚目とか9枚目の活動まではさダンス知ってるけどさ、そこから先知らないから、でもそこまで踊れてるわけだから踊れる子って思われちゃう、勘違いされちゃって
いきなり振り入れ遅くなっちゃうね難しくなっちゃう。でも徳を積まないといけないんでしょ毎回。ね、でもすごいよね、あのドラマとかもちゃんとドラマ出てた方が出ててすごいよね。誰が振り入れ早いですか。やっぱりもともとダンスやってた人とかはそりゃ早いよね。うん、今はでも割とみんな一期生は早い人多いかもかな。こうやったらいい。今日の金曜ロードショー、金曜日か金曜ロードショーなんだっけな。トムとジェリー。今日から一番くじあるよね、トムとジェリー。昔の自分に声かけてあげられたらと思うことありますか。ああ、そうだね、うん、まあ、カフェロクのインスタ見てますね。ドラさんが出てるよ、理由は見て見て、ぜひ。70% なんだ。カカオ 70% とカカオ 72%。 割とカカオ最近チョコ好きなんだけど、割とね、甘くないやつとかも食べるかな。今って2023年の2月か。これさ、買って応募で2023年6月30日まで当日決心有効って書いててさ、あー終わっちゃったなーって思ったんだけど、全然終わってなかった。びっくりした、全然終わってなかったね、わかんなくなる日付が。何にしよっかな、応募。ポリフェノール、ポリフェノール
いいよね、美容に。うんうん、さっきこっち食べてから次こっち食べよう。あ、ちょっと開けといてなんだけど、お紅茶をついできます。一杯分ぐらいできるかな。おかわり自由。そう、おかわり自由。ちょっと待ちますか、待ちますか。ちょっとじゃあフローラルな香りの70% のいただきます。うん、うんうん、ちょっと違う。香ばしい。うん、紅茶に使ってます。お湯に使ってます。まだまだ使ってます。ね、高校生ぐらいの時から食べてるかも。その過去、高カカオポリフェノールね、美と健康に優しいチョコです。チョコ、あ、バレンタインじゃん。なんかアリスだから全然思い出せなかった。来週、あ、来週でもない、もう1週間ない、あと4日後だ、バレンタイン。バレンタインまであと4日でした。全然なんかなんかなんかだった。そういえばどうすんの。なんかどうもする気なかったけど、なんかなあ、別に全然バレンタイン関係ない仕事、もう当たり前だけど、当たり前だけどね。メンバーと会う予定とかなし。そうだね、近辺14も15も13も16も17も18、そうだね、全然メンバーには合わないかも。1週間後とかだったら一緒だけど。そうなんだよね、この来週の週あんまりメンバーと合わないやつばっかりなんだよね。会えないか、渡せないからね。せないわ。あら、ね、そうなの。あらあら。あ、
そうだ、私明日の鉄音なんですけど、私いません、明日の鉄音は。そう、ちょうど体調崩しちゃった時に、そう収録があって、そうお休みさせていただきました。そうなの。でも明日収録、違う、明日放送なんですけど、あの収録なので今体調が悪いわけじゃないので、それはなんか全然明日多分参加しないですけど、体調不良で参加できませんでしたって多分ツイートするけど、そう今じゃないので、その収録時なので、なんかそう全然今大丈夫なので、でもそうお休みさせていただいたので参加できなかったんですけど、私も聞くのでぜひツイートもするので、そうぜひ聞いてください。あ、二人の音を聞くの初めてか、本当に。私一回コロナの時もお休みしちゃったんだよね。ね、でもそう申し訳ない、あんまりね自分こういうことないから、みんなもそうはあって思ってるかもしれないけど、一番自分もそうなの、ギリギリまで出たかったんだけど、なんかこのご時世だし、全然検査とかして何にもなかったんだけどね、このご時世であんまり無理をして、なんかより心配をいろんな方にねかけちゃうと、そっちの方があんまり良くなかったりもするので、うん、みんなもだから無理せずです。ちなみに来週は1週間後は生放送なので、そちらはもちろん参加する予定なので、ぜひ生放送もリアルタイムでツイートとかしてくださると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。楽しみね、楽しみ、とっても楽しみです。あ、そして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 で、そしてちょっと待って、これはちょっと待ってね、はい、そしてなんと私
あんまり今月配信ができないとおっしゃったじゃないですか。明日も夜が配信できないので、なんとなんと明日の朝配信をします。イエーイ。おお、そうなんです。なんか2月が本当に配信この日できないだろうなっていう日がすごく多くて、なんか本当に全然できない、でも分からなくって、配信がなんかできるかもしれないし、でもできないかもしれないしってなると、もう全然できないので、明日は待って、5時からは配信しないよ。それはそう、そうそう、忙しいね。そう、ありがたいんですけど、そうなの、捨て星はしないでください。え、そんな5時からはやらないよ。4時捨て星なんて やめてください。はい、そんなにめちゃくちゃ早い、明日は朝が早いわけじゃないので、明日はダン朝の7時から配信をします。割と朝。もう予約しとこう、もう予約しちゃえ。みんな17時の間違いかなって思うよね、きっと。はい、割と朝だね。割と朝です。待って、みんな明日も仕事なの？土曜日なのに大変。じゃあ通勤のお時間とかかな、それとももう仕事現場に着く時間とかだったりするかな。うんうん、そう、もその時間に起きてます。お休みなのに偉い。まあでもそこで起きていただいて、もうそのまま鉄音と聞いていただいて、ほんで寝てください。みんなさ、休みの日って何してるの？ちなみになんかみんなって休みだって、明日とかさ、私は明日明後日とかイベントないわけじゃないですか。そのそうっていう時は何してんの？みんなカレー作ってる、え、最高。寝てる。最高。おコーヒーで始まる朝、いいね、いいね、いいね。家族と過ごす、いや最高。寝てるか買い物に行く。買い物いいね。うんうん、イベントのために休日出勤してる。おお、そっか、私たちが平日もあるから、その分イベントがない時は休日に出勤してるの。すごすぎる、すごすぎる。じゃあもう私たちより早くなんかイベント情報出さないといけないじゃんね。2月も2月の26日に広島で発売記念イベントがあるので、はい、ぜひお待ちしてます。ミニライブとお話し、リアルお話し会かな、リアルお話し会です。うん、そういえばリアル、リアル楽しみ、楽しみ。なんかリリーベは3人レーンだから、1枚初回限定版かな、あ、その時
心の CD かな。求め出しあるかいな、多分あると思う。なんかミニライブのチケットはどれだけ枚数を買ってもミニライブのチケットは1個しかもらえないんだけど、多分 CD は1枚購入する、予約するごとに話会見1枚もらえるみたいなので、例えば CD2 枚そこでも予約したら、2枚お話のチケットがもらえて、3枚購入したら、予約したら3枚お話のチケットがもらえてみたいな感じです。うんうんうん。あ、なおちゃんの豊洲が、うわ、行ってらっしゃいね。豊洲ね、できたらあるといいね。でもなんかね、無理せずだよね。それも本当に体調と喉とね、推しが第一ですから。へー、あー、仕事で行けるピエンすぎた、仕事で行けなくてごめんって。いや、なんかこっちこそ申し訳ないです。だってもうあと2週間後とかなのに、そう、こんな直前に発表しちゃって申し訳ないです。もっと早かったらみんなきっとスケジュールどうにかなったっていう方も多いと思う。申し訳ない。10時から参加券付きの CD 販売するらしいです。はい、です。リアルイベントわかんないよね。ちなみにじゃあ経験者の方に聞こう。でもあんまり早くなんか行き過ぎると良くないとかってするよね。ちなみに10時からで皆さんはどれぐらいに、経験者は語る、どれぐらいに行ってますか。リリース前にリリーベは予想してなかったね。あの CD がだから直接もらえないよね、予約だけだもんね。1回のお会計でも予約できる数決まってるんだっけ。これって何回も並ばないといけないかなんだっけ、それとももう100枚とかもし予約できるんだっけ。あ、広島は9時半からですね、だそうです。1時間前に並んでれば間に合うかなって感じ。はい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 。ミニライブは9枚目披露あるかな。どうなんだろうね。私もまだわかんない私もまだわかんないです。でもなんかどこで、なんかそもそもそれまでに MV が公開されてるのかされてないのかもわからなくって、どこで曲が初解禁なのかもわからなくって、東京が一番早いんだっけ。東京は何日？東京が早い？一番19がリリーベ初日。そっか。じゃあ私の予想は、どうなの、リリーベっていうぐらいだからね。そうだよね。ちょっとわかんないです、わからぬ。19日に披露してしたらするんじゃない、私たちも。そう、東京は PR 舞台だね。ぐらいに思ってたらですね。ね、もうあと9日後、早いね。それではお紅茶をいただきたいと思います。確かに PR 舞台の曲はやりそう。
まいで、うまい、あ、ありがとう、皆さんも乾杯、ありがとう、一緒だね、嬉しい、なんかギフトと連動しててねえ、あ、芋虫が飲みに来て、飲むかい飲むかい、はいはい、だだだだだだ、これも降るよ、うわぁ、選抜曲を披露って、でもナイーブの曲は初披露はオリメンでやらないと、それはなんかミチとかもいないので、それはミチのファンの人に失礼だよね。これは運営の方が選んだ選抜じゃなくって、ファンの皆さんが選んだっていうか押し上げてくれたっていうかね、皆さんの作った選抜だから、この5人は、えって考えるとさ、いつなんだろう初披露、あの曲いつ初披露なんだろう。え、私の予想は、なんか当日にリリーベがあってうん、配信なのかリアルなのかわかんないけど、まあ当日にイベントがあって、まあ毎回あるじゃないですか、当日にあって、そこで初披露とかどうなんだろう。千穂ちゃんの舞台は3月15日はもう終わってるの？1日だったらさ、まだ舞台前とかだったよね。12ぐらいまでだっけ舞台って、もう終わってるんだっけ。ね、全員揃えるのかな、舞台中とかだったら。なんか、あ、え、でも確かになんか、あのね、そう、千穂ちゃんいないならやらないかなとかも思ったけどさ、私ね、無謀のね、発売日のイベント出てないの。無謀な夢は覚めることがない、もうセンターやらせてもらったんですけど、実は発売日に AKB の MV 撮ってて、リリーベ、当日のリリーベに出れなかったの私。そう、そうなのか、そうなの、そうなの、うんうん、そんなことある、そう、そんなことがあったの。何の MV 撮ってたんだろう、無謀だから、失恋ありがとうかな、時期的に失恋ありがとう。センター不在か、そうそうだねって、そっか、失恋ありがとうか、失恋ありがとうだ、うん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 、そう、失恋ありがとうの MV 撮ってて、発売日のイベント出なかった。でもまあその時はみんなにそんなこと言えないからそう、なんかいないって感じだった。みんなもなんでいないのって多分思ってたと思うけど、そう、あ、じゃあ15日はちょうど空いてるのか。でも舞台の合間だからどうだろうね。でもこれでさ、別にセンターがいなくてもリリーベはある説っていうかね。そう、失恋北海道、いや、それはサステナブルだよ。
色々混じっちゃうよね。ちょうど昨日なんか移動時間に AKB の私が参加してた MV を一通り見たのと、あとは全然私が参加する前とかの大島優子さんとかがまだいらっしゃる時代の MV とかを昨日ねずっと見てた。うざの宮脇さくらさんが超可愛くってなんか曲の後半で一回抜かれる時があるんだけど、そう可愛いなってたし、やっぱりなんかそう AKB の赤ちゃんだったねって本当に、うんうん赤ちゃんだった、可愛かった。今は可愛いし綺麗だし、当時可愛いって感じね。結構うん、なんかそう50枚目からのシングルは私が参加してる曲が結構あって、意外とずっと見てると私一瞬とか映るのでぜひ見てください。11月のアンクレットは曲の後半に1秒だけ出てきます。はい、本当に1秒だけ出てくる。で、そうなの、なんかみんな自分が MV に映ってる映ってないあると思うけど、あの私の一瞬さには勝てないと思う。みんな本当にダンスシーンとかもないし映ってないし。次がジャーバージャなんだけど、ジャーバージャはたまにいる。次ジャーバージャだよね。ジャーバージャはいます。3回ぐらい映るね。ここをリボンで編み込んでますのと、あとは制服着てなんかファラーンってやってたり。そうなんかね、11月のアンクレットが秒すぎてすごいあっいるってなってすごく嬉しかった。でも11月のアンクレットもすっごく嬉しかった。 AKB の MV に自分が1秒でもいるってすごく嬉しいよね。すごく嬉しかったです。でその次がティーチャーティーチャーかな。ティーチャーティーチャーも何回か映ってる。2回ぐらいアップで映ってるかな。あとはその 5,6 人ずつに分かれて4チームぐらいに分かれてるんだけど、それもいる。 2A とかもなんかよく見たら座ってるメンバーの中にいます。私そうまとめ髪の MV はティーチャーティーチャーはね髪下ろしてるかな。
あ、途中で吐けるやつ、そう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 、途中で吐けるやつ。そうなの。あ、まとめ髪はサステナブル、そうそう、まとめ髪はそうサステナブルね、色混じっちゃうね、いっぱい見てたらね。で、そう、友達にね、私曲中に吐けるんだって、イントロ踊ったらサビまでね吐けるんだって言ったら、え、ダンスが下手だから吐けさせられるのって言って、違う違う、まあ、それももしかしたらあるかもしれないけど、振りとして一回吐けるのって言った記憶がある。ダンスがね、すごく難しかったっていう話をしてたから。んで、まあ、ティーチャーティーチャーはいました。で、その次がセンチメンタルトレインなんですけど、センチメンタルトレインはあの総選挙の曲なのでいません。はい。その次がノーウェイマンかな。その次がノーウェイマンです。ノーウェイマンも頑張ってるのがいる頑張ってます。一瞬一回ちょっとアップで映るかも。でも一回しか映んなくって、あとはあのダンスの中にいます。で、そう、ミチがセンターだったね。そう、歌番組、一個歌番組でセンターだった。そう、本当のセンターは宮城さくらさんです。そう、そうそう、で MV で一番私がなんか一瞬、これなんか3分割した一個にいるんだけど、それ見つけられなかった方は最後、まさかそんなことが起こるなんてって一番最後にさくらさんの斜め後ろぐらいにいるので、そこ見たらいます。最後に、あ、いたんだって多分なると思いますだから見つけられなかった方はぜひ最後見つけてきてください。見つけてください。貴重な一瞬だな。そう、貴重な一瞬です。いいよ、それ。そう、そうなの。全部一瞬とか一回とかだから、あのね、なんか私はどこで映るか知ってるからわかるけど、なんかめっちゃ見ないとわかんないかも。まばたき禁止です、うん。で、ノーウェイマンの次が、なんだ、ノーウェイ、あ、ジワルデイズ。ジワルデイズは指原さんの卒業シングルで、おされさんの衣装をふんだんに使ったセットです。すごい。で、ちなみにそこで初めて私はハーフアップになってます。髪の毛が、そのダンスシーンは、ダンスシーンはハーフアップにしてます。それまではずっと髪の毛は普通にストレートだったんだけど、っていうは、ダンスシーンは右側にいます。右側の辺にいます。ダンスシーンはそれ分かんないと分かんないかも、私がどこにいるのか。
ダンスでアップで抜かれることはなかったけど、その全体が映るときにだいたい右側を見てたらいますって感じ。あとはみんなが私服みたいな服を着てるときはヒョウ柄のなんかヒョウ柄の服を探したら私はヒョウ柄を着てます。はい、なのでヒョウ柄の服を探すと意外とヒョウ柄の服だけ写ってたりとかもあるので、そうヒョウ柄の服をみんなが私服とかなんかこう白い衣装じゃないやつを着てるときはヒョウ柄を探してください。でもう一個あって、そのなんか黒い着てるやつはなんか STU っていうシールを貼ってるのでなあちゃんと写りますかな。ヒョウ柄分かりやすかったね。そうだよね、ヒョウ柄分かりやすかったよね。はい、ヒョウ柄の服の時はあの髪ハーフアップにしてないのでストレートの子を探してください。でその次がチュアルデイズの次がサステナブルか。サステナブルは北海道で撮ったんですけど、そこでチョウちゃんが初選抜で初めて STU から2人、まあ、なあちゃんも STU だったけどその STU 専属からは初めて STU から2人 AKB さんの選抜に入れてもらって、サステナブルは私はまとめ髪にしてるのであの割と分かりやすいかも。北海道の草原で撮りました。あとはそんなのじゃないの時になーちゃんの隣にいてそれがすっごく嬉しくってえいえいってやってた、やってました。はい、あと意外とちょっと難しかったな、あのダンスは弾丸だった。そう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 、あの他のメンバーさんは北海道で2日間とか撮影してたんですけど、私はどうしても STU のなんか歌番組とかもあって日帰りでした。北海道日帰り、しかも前日に広島で会って終電で東京まで来て、その後にちょっとだけ振り入れしてもらって次の日朝一の飛行機で北海道飛んで、でも次の日その次の日もまた東京にで朝からあったから、そうその日中に絶対東京に行かないといけなくて、だから北海道日帰りでした。あの空港でソフトクリームを食べて北海道満喫しましたそうなでした。素晴らしい日程ってね、ありがたいことに。STU でもあー大好きな人ぐらいかな、大好きな人の多分プロモーションな時期だったのかな、確かなんかそんな感じの時期で、ちょうどそうなの、いつも AKB さんと STU となんかでどっちもありがたいことにさせてもらったから、どうしてもなんかアイドルかぶっちゃったりとかしてましたね、うん、でその次がありがとうが私の最後の AKB さんの参加楽曲
です。ズッキーさんセンターの、その前に愛する人っていう歌番組のために秋元先生が書き下ろしてくださったなあちゃんセンターの曲があって、それも私と千代ちゃん入れてもらってて、ソフィレーボーが可愛い、あ、え、ある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 、ねえ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 、あるの。あのね、これ多分インスタに載せてる、私みんなめっちゃめっちゃね、前めっちゃ前に遡ったらある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 、ほら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 、2019年12月28日初めてベレー帽担当でしたっていうやつ。この時はハッシュタグ M ステスーパーライブ、ハッシュタグベストアーティスト2019、いやどっちでもやったんだろうね。この曲ベストアーティストの時に初披露でした。そう、この衣装がその曲の衣装です。これです。こんな感じ、こんな感じ、はい。え、でもさ、2019年9月17日に山本彩花さんとお会いできてとっても幸せでした、緊張して顔赤いですって言ってて、え、そっか、さや姉さんは、あ、そっか、この時サステナブルだから、そっか、もういらっしゃらないのか。ハッシュタグサステナブルって入ってる、あの投稿2個目のやつ。いろいろインスタはね探しやすいよね、こうやってなんか写真、ツイッターよりもさ2019年とかのってすぐ探せるから良きだね。ちなみに私のお誕生日のなあちゃんとケーキ持ってる時の衣装もこれ AKB さんの衣装です。これはね11月のアンクレットなんだけど、あー、インドネシア行きたいなー、あ、やばいやばいやばい、もう46分だね。そんな感じで、STU の MV はもちろんなんですけど、AKB さんの MV にもちらっと映ってたりするので、はい、よかったら探してみてください。もうそろそろ終わろっかな、明日7時から配信だし。買えなくなったサステナブルな握手券がまだ残ってる、うわー懐かしや、そっかそっか、
部号なく試験も、いやーそうだよね。だって今券ないもんね、オンラインだからね。確かにピリ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 って、うわー懐かしいな。握手券、握手券ね、懐かしい。オンラインだと残んないもんね。そうだよね。でもリアルお話し会でもさ、今ピッだもんね。デジタル化があって、そうだよね、デジタル化がだよね。いいのか悪いのか。そう、まあ券忘れたとかなくしたとかはないよね。携帯忘れたりなくしたりしない限りないけど、けどね、なんか形には残らないから。いいとこ取りしたいね、これからも。じゃあそろそろ終わろうかしら、終わろうかしら。明日も朝から配信をしないといけないので、はい。なんかそう、晴れてるよね。ぜひそうしてください。やだ、寝坊しないようにしなきゃ。そう、あ、この配信見てなかったりメール取ってない方はびっくりするだろうな。え、なんで朝配信してるのってね。ぜひぜひみんな起きてそのまま鉄音を聞こう。おう、それでは団長読みたいと思いますね。かわいいキュートもたくさんありがとうございます。おかげで20万ポイント超えました。13位マクレガーさん、ありがとうございます。12位オッコンさん、ありがとうございます。11位アイディーマニアさん、ありがとうございます。10位タケさん、ありがとうございます。9位ともあきさん、ありがとうございます。8位コペンさん、ありがとうございます。7位コーラさん、ありがとうございます。6位ミエスクさん、ありがとうございます。5位ケクさん、ありがとうございます。4位カサオキさん、ありがとうございます。3位イソケンさん、ありがとうございます。2位バリーさん、ありがとうございます。そして1位はニモスケさんです。ありがとうございます、ありがとうございます。そう、そして皆さんのおかげで20万ポイントを超えたので、いつか皆さんもらえます、アバターが。お楽しみくださいませ。です、明日は夜の配信ができない代わりに朝の7時から配信をするので、ぜひともよろしくお願いしますね。アバターがいつもらえるのかはちょっくらわからないんですけど、まあ、いつか忘れた頃にもらえると思います。はい、よろしくお願いします。すぐお風呂入って寝よう。
ね、そう、ちなみに2月14日までにあと30万円ポイントプラスして計50万ポイントになったらなんかいろいろもらえるみたいなので、引き続きバラだったりとかよろしくお願いします。どうもありがとうございます。チャレンジはまだ気にしてくださると嬉しいです。14日まで、なんなら多分また次なんかあったりとかすると思うので。え、でもバレンタインだよね。次バレンタインはって何だろうな。ホワイトデーにしては早いんだよな。あ、ひな祭りにしても早いんだよな。なんだろうな。あ、冬到来、冬到来あったっけ。もう冬到来とかかな、寒い日ギフトみたいな。なんだな、ね、今日も寒いから本当にみんなあったかくして寝てください。明日も寒いのかな、どうなんだろう。明日も寒いかな、寒そう。明日もどうなんだろう、よくわからないですが、あ、今日より暖かいみたい。そう、じゃあ今日を暖かくして寝て、あ、10度くらい気温が本当に。でお昼はちょっと暖かいのかなね。じゃあ今日は思う存分温まって寝てください。はい、それでは今日も最後までありがとうございました。明日も一日頑張りゆみりん。それではおやすみなさーい。また明日です。おやすみなさいね。ゆっくり寝てくださいね。おやすみー。